お願いします。まずはじめに、開会に挨拶として、あの今日田中さんにお越しいただいてますので、爆笑国際指名代表の、田中さんにご出席いただきたいと思います。お願いします。こんにちは。どうなんですか。あの、私も大変申し訳ないんですけど、女房が2週間前に亡くなりました。本当はそういう期間を人前に出ちゃいけないということが昔はあったんですけども、とにかく自分がいなくなってもこの核廃絶のために頑張らなきゃいけないよという、まあ、遺言みたいなものがありましたので、申し訳ないと思いましたけど、参りました。今日はご案内にもあるんだと思いますけれども、被爆者が核兵器の禁止と廃絶を訴えるというアピールを出してから3年目になりますね。幸いにかなり、大きな運動をしない限り道筋を作ることも大変かなと思ってアピールを出したんですけれども、おととしの17年のちょうど明日になりますかね、7月の7日に、核兵器禁止条約が圧倒的多数の賛同を得て、採択された。本当に私訴えた私たちとしてももうこれ、上っていうことはないんですけど、こんな嬉しいことがなかったんですけど、でも発効させるということが条件ですので、そのためには頑張らなくちゃいけない。で、ご承知の通りでありますけれども、割合にさっさっと行くのかなと思いましたけれども、そう簡単ではないと。多分今日もやっぱり、23ですか、批准している国は23ですので、あと27の国が批准しないと発行できないという厳しいやっぱり条件が前にあるんだと思ってますね。で、一昨年から比べるとやっぱり国際情勢も非常に厳しい。トランプさんのような変ってコロナですね、大統領がアメリカの代表になっているものですから、非常に国際情勢が、なんて言いますかね、ぐちゃぐちゃになってしまっているということがあって、私の運動もそうすんなりと前進しないということがあったと思うんですね。で、そのために署名そのものもね、本当に条約を作らせるためには、数億の市民の、賛同要求というのかね、それがないとやっぱりできないという大きな課題だというふうに思っておりましたので、しかも同盟国としてアメリカの後押し一生懸命している日本のですね、核政策を変えさせるというのがやっぱり国民の圧倒的な多数の意見がなければ動かない、それを数千万じゃないかというふうに設定して、頑張ってきた総理ですけども、やっぱり情勢に左右されて、今ちょうど選挙の真ん中になりましたけども、この選挙自体もなんかよくわかんないような、状態にありますので、頑張らなくちゃいけないと思ってるんですけども、そういう状況の中でこれから切り開いていかなくちゃいけないということだと思います。私たちの目標からすると、もう2020年ですね、来年の、国連総会までには目標を達成して、そして目標を達成する道筋の中で、世界中の市民も、そして、核兵器をなくせという国も、核兵器を持っている国も、これはいよいよ動かないといけないなということに、動かしていけることができるというふうにも考えていたんですけども、そう簡単ではない。ですから、2020年に抱えた目標に達成するにはもう少し頑張らなくちゃいけないと思うんですけど、でも最初の目標は目標ですから、そこを 最終的な決戦点にして、これからあと1年、ちょっとですね、1年ちょっと全力を挙げて、運動して いきたいなというふうに思っております。この連絡会はいろんな役員を置かないで野党運営委員会を、今年の正月を作って、もう少しきちっと、戦術だとかですね、戦略だとかっていうのはきちっと立てていかなくちゃいけないなというふうに動き出しておりますので、大変力強くなっておりますけれども、もともと役員なんか置いてなかったので、
有価経営の代表者であった私が代表者ということになって、こういう時には必ず挨拶をしなくちゃいけないということでございますけれども、とにかく力のある限り皆さんと一緒に頑張っていきたいと思いますので、今日のこれから1週間ぐらいいろんな全国でいろんな格好で開かれることになっておりますけれども、ビスウェーブを成功させていきたいなというふうに思っております。今日はなんか皆さん代表者の集まりみたいになっているところがありますけれども、それはそれで、なんて言いますかね、よりよりいろんな戦術等々を、討論していっていただければというふうに思っております。どうもありがとうございました。高さんありがとうございました。続きましてですね、被爆者国際署名の歩みということで、この間2016年の4月から今日はどのような活動があったのかについて、私から簡単にですね、10分ぐらいで、振り返りたいと思います。まさに今日、集まっていただいている皆さんに目の前に、付箋と模造紙のペンがあると思うんですけど、2020年までにそれぞれがどういうイメージを持っているのかについてちょっとお話を共有したいなと思います。2020年の段階でこういうふうに世界を変わせたらいいんだとか、こういうふうに日本の社会が変わっていくといいという、それぞれのイメージがあると思うんですけれども、それを一つの場にアイデアを集約する機会がなかなかないということが最近こう話の中に出まして、そういうイメージのすり合わせだとか戦略を考えていくっていうのは、やっぱり一人とか一部のメンバーでやるのではなくて、みんなでやろうということで、今回ちょっと1時間ですね、ワークショップの時間を、設けています。これがメインの一つ目で、もう一つが今そこに段ボールがありますけれども、あれは今集まっている940万人の、約940万人署名の約10分の1、100万人分、正確に110万人分の、署名の段ボールがあるんですけれども、その前で写真撮影を撮ると、写真を撮るときには一応皆さんの手に持ってもらえるような感じも、準備してますので、それを持っていただいて目の前に写真を撮ろうで、ある種今集まっている署名はこれの10倍ですよと、約940万っていうのも決して少ない数字ではなくて、非常に重たい数字なんだということを可視化するために、今日ですね、前川さんに頑張っていただいて、飛ばし梱包からですね、運んで、ここまで、運んできていただきましたので、この写真をやっぱりこう今日撮って、この夏ですね、100万という数字も段ボールで集めるとこれぐらいの数になるわけで、それをこれから今、1000万億単位にするとなると、それを10倍、なので、これで100倍集めようってことが私たちの構想ですから、その重たさっていうことをアピールするための写真として活用しようというのが、もう一つのメインなので、今日は2つです。で、なので今日は、まずはこの2019年今日までの、皆さんお互いの、成果を再確認しようということと、再確認した上で、じゃあ私たち日本において被爆者の方々が呼びかけた被爆者国際署名の役割って一体何だろうということを改めてみんなで考えるとですね、そんな時間になったらよいなと思います。では、活動の振り返りを、ここにいる人たちのコアなメンバーばかりなので、あんまり、細かくする必要はないと思いますので、ただですね、これまでどういうことをやってきたのかということを確認して、この後のことを考えることが大事だと思いますので、振り返りたいと思います。2016年の4月に被爆者国際署名がスタートしまして、今日ですね、主催している連絡会が発足したのが8月のことでした。なのでもうすぐ連絡会が発足して3年目を迎えようとしているということですね。で、被爆者国際署名の中央の連絡会には今47の団体が所属しています。地域には27都道府県というふうに書いてるんですけれども、和歌山がちょっと今準備段階なので、準備段階も含めると27の都道府県が地域連絡会を持っていると、さらに例えば東京だと、練馬だとか、そういう東京の中にさらに支部があるとか、愛知もありますけれども、そういうのもいくつかありますので、あくまでこの27という数字は都道府県の地域連絡会ですけれども、地域の特徴を生かしながら、この署名活動を集めていってくださる、ネットワークがですねできているということも、この間の取り組みの成果でもあります。これまで、集まった署名は、941万5025人分ですね。でこれは、今年の3月末日までですので、このあと1ヶ月ちょっとぐらいですかね。で、どれぐらい集まっているのかということですね。次の集約は9月末日ですので、
本当にちゃんと1000万人超えられるかどうかっていうのはやっぱりこの夏の頑張りにかかってくるのかなというふうに思います。多くの人たちが、今日の、2020年までの議論の論点にもなってくると思いますけれども、これまではこう運動に関わった人たちだとか、この核兵器の問題についてすでに関心がある人たちに署名を集めるということはですね、やっぱりその下の都市はやっぱりすごく勢いがあるんだけれども、そこからさらに広げていくというのは難しいことだというのは皆さん感じている通りなので、ここから60万人を集めるというのは実はすごく難しいことだと思うんですね。でちゃんと1000万人と超えられるかどうかというのは本当に問われているなと、痛感しています。次ですね、自治体首長からの署名数も、1135市町村長ですね。これは例えば一つ前の市町村だとか、その一つ前の市町村だとか、そういうタグリは除いた数ですね、除いた数で1135の市町村長さんが、署名をしてくださっています。これプラス20の都道府県知事が今署名を、してくださっているので、まあ、自治体プラス、都道府県知事だと、まあ、1155人分ですよね、の署名が、人分だともっと増えるか、場所だけですね、が集まっているということです。この自治体首長署名もやっぱり自治区に比べるとですね、なかなか、伸びがちょっと悪くなってきているかなと思いますね。おそらく今まさに平和行進が行われている最中ですから、その平和行進の過程において署名が集まってくることもあるでしょうから、8月まで、待つとまたこの数字が増えてくるのかなとは、思います。これまでですね、集まった先ほどの940万人という署名、この940万人になった、なってからではなくてですね、2016年の10月から、何度も国連に目録を提出しています。2016年の10月、2017年の、6月、2017年の10月、2018年の10月、2019年の5月の NPT 準備委員会ですね。次が2019年の10月ですから、1,2,3,4,56回目ですね、6回目の、目録提出をまもなく、迎えようとしているということですね。これはやっぱり私たちの運動が強調しておかなきゃいけない点だと思うんですけれども、全てにおいて、例えば会議の議長さんだとか中満さんのような方が出てきてくださっていて、これから核兵器について、考えましょうという国際会議の直前に、その議長さんにこれだけの署名が集まってますよということを届けられているという、それがもうすでに5回も実績がある組織なんだ、ネットワークなんだっていうのはちゃんとアピールしなきゃいけないことだと思いますから、これからもですね、今年の10月についてもその点を強調しながら進めていけたらなというふうに思います。はい。で、まあ、その裏付けとしてですね、国連軍縮局のホームページでも、署名提出の後にはこのような形で、私たちの署名提出の様子が、掲載されています。これ一番トップのページだけしか載せてませんけれども、その下にはずらっとですね、木戸さんが何をおっしゃったのかとか、中満さんがどういうコメントをしたのかについても細かく書かれていますので、このシーズンにですね、各国の、リーダーの方々、外交官の方々などがチェックしている情報にこれが掲載されているということはやっぱり大きいかなというふうに思います。これはですね、ホームページに掲載されている情報でもありますが、2016年にどういう活動があったのか、これからですね、16、17、18と見ていきたいと思います。はい。3月に呼びかけが始まりまして、4月に、この運動自体はスタートしました。で8月に連絡会が発足して、9月には、国際で核兵器廃絶のための国際に合わせて該当署名を、みんなで一緒に行いました。10月に提出をして、11月に緊急集会ということで参議院会館で、集会を緊急で開催したんですね。というのが2016年の、活動でした。はい。でこの緊急集会の時には谷口さんもいらっしゃった、上京していただきましたね。っていうのが上京したのはもしかしたらこれが最後かもしれないですよね。この写真は国際署名のですね、活動の中でもよく使わせていただいている写真で、ですが、谷口さんにも来ていただいたと。で連絡会補足式にはマハトマ・ガンジーさんの、孫さんでいらっしゃるエラ・ガンジーさんですね、決戦の集会を広島市で行いましたけれども、その時に駆けつけてくださっていました。はい。次2017年に移ります。
2017年はまず6月の、禁止条約採択の直前に、約296万筆の署名目録を議長さんに手を出すというのが、ありました。この6月っていうのしか書いてないんですけれども、この直前の3月の会議の時に、持ってきてほしいっていうオファーがあったので6月に届けたっていう経緯としてはあります。なので被爆者の派遣そのものでいうと3月もやっていました。はい、で同じく6月ですけれども、今日開催しているピースウェーブの第1回が、行われたのが2017年の6月でした。この時には国内で70カ所、海外で17カ所でアクションが登録されました。7月7日に核兵器禁止条約がこの年にですね、採択を、されて、8月にはこの年から初めてですけれども、全国交流会、地域連絡会たちも集まって意見交換をしましょうというのが初めて開催されて、います。で9月には、禁止条約が発効してこの署名批准を促すためにまたピースウェーブをやりましょうという話になりまして、ピースウェーブのボリューム2がありました。でこれはあの禁止条約の成立直後だったので、ここにはあらゆる方々がですね、あの声を掛け合ってたくさんアクション登録しようという勢いがあった時期でもありました。なので、国内で280カ所ですね、同じ団体が何回もやるっていうのを含めてですけれども、280カ所会ですね、海外では12カ所、国数の12カ所です。で、アクションが行われています。10月に国連総会に合わせて515万の署名を提出しています。で、この年のもう一つの大きなニュースは、12月にノーベル平和賞が愛犬に贈られたというのが、もう一つの大きなニュースでもありました。じゃあ、2018年です。2018年は、2月に被爆者と出会うカフェというのを渋谷で開催しました。でこれはあの被爆者の方と、この2対1とかですね、3対1とかという形で、まさに一人一人が出会っていただく被爆者の方と、2世3世4世の方が世代の方々が、出会っていただく、お互いに名前が分かるような関係になっていただこうというアクションが行われたと。で7月には、再びピースウェーブが開催されて全国で85カ所と。8月、被爆者国際署名全国交流会が次は広島で、開催されました。で前回が広島だったので、今年は長崎で全国交流会が開催されることになっています。予定では、8月8日の、夜ですね、開催することになっています。被災協の地下ですね、で開催します。10月には830万の署名目録を、国連総会第一委員会に手渡しています。2019年の活動ですね、これ予定も含まれていますけれども、まず4月5月に NPT 準備委員会で署名目録提出がありました。940万の署名を提出しました。で今日まさにですね、ピースウェーブ2019が開催されています。今年はですね、現段階では19箇所、県でいうと13の件でアクションが開催されています。ただですね、まだ登録できてないところもおそらく、あってですね、毎年、この時期が終わってから報告という形で掲載してほしいっていうこともありますから、この19という数字が最終的な数字になるかどうかわからないんですけれども、いずれにしても2017年に比べるとですね、直後に加えると、やはり数が少なくなってきているというのが現状としてはあります。はい、2019ですね、残りの活動は、先ほど申し上げた全国交流会、そして10月には、国連目録の提出があります。はい、直近の目標としてはですね、この10月の、国連総会第一委員会議長に手を出す署名が何筆になるのかっていうのが私たちに課せられた一つの、目標でもあるのかなというふうに思います。そして2020年来年はこの運動にとっては、最後の年になります。なので今日を皆さんからアイデアをいただくことは、この被爆者国際署名連絡会という一つのムーブメントが、あと1年で終わる、あと1年で終わるこの運動がどういうことを、実現すべきなのか、何を、訴えるべきなのかについてですね、皆さんと意見交換ができるなと思います。これまでの活動については一応で、一応ですね、さらに、この運動が地域でどういうふうに広がってきたのかということを皆さんにお伝えして、イメージをですね、広げてもらうための、アイデアにしていただけたらなと思います。
ですけれども、例えばですね、宗教者の方々がこの運動には、たくさん関わってくださっています。特に今年大きいのはローマ法が広島長崎、特に長崎ですかね、来ますから、カトリックコミュニティの人たちがどれぐらいこの署名に、関わってくださるのかっていうのはこの運動にとって一つ大きなテーマになるのかなと思います。だからといってカトリックの人たちだけに呼びかけたらいいとかそういうことではなくてですね、おそらく、あらゆる宗教者の方々に連帯を呼びかけて、世界中の宗教者の方々が今こそ核兵器なき世界に向かって、連帯をしていきましょうということを呼びかけなきゃいけない時期なんじゃないかなと思います。で実際にこの京都の時にですね、キリスト教徒も京都もそうですけれども、あらゆる宗教者の方々が一堂に会して清水寺の目の前で署名活動が行われたという実績もありますから、誓いを超えて署名を集めるというアクションは決して不可能ではないかなというふうに思います、はい、でこれは工夫の面ですけれども、例えば大阪の、コープさんでは、今日この段ボールのアクションをですね考えるきっかけになったのが、大阪で私がこの積み上がっている段ボールを見たからなんですけれども、まあ、3万7000っていうと数字だけで見るとですね、やっぱりなかなかこうどれくらい多いのか、まだ3万7000なのかっていうふうにですね感じてしまうのが、やっぱり大きな目標を集めようとするとなってしまうんですけれども、3万7000って言っても5名かける署名の人がこんだけ重なるんだっていうのがですね、やっぱり視覚的に見えてくると、運動を集める人たちにとってのモチベーションにつながるのかなと思ってですね、こういう工夫も、やっぱりしていかなきゃいけないなと思っています。で大阪ではこういうふうにですね、コープの人たちなので自分たちがどういう人たちなのかっていうことをきちんと街頭にいる人たちにアピールするためにあえてエプロンをつけて署名活動を集めているという工夫をされていました。長崎では、市長さんも一緒に街頭署名をしてくださったりとか、成人式の会場で、署名が集められないのかということを長崎市に提案をして、長崎市から許可をしていただいて、署名を集めるというアクションもありました。でこの署名はやはりもうすでに1130を超える自治体が賛同してくださってますから、この賛同してくださってる自治体に首長が賛同するだけじゃなくて、一緒にこういうことをやりませんかっていうことを提案するっていうのは、一つの具体例になるのかなというふうに思います。町によってはその役場の人たちに署名用紙を意識回してくれてるっていう地域もあったりだとか、例えば長崎市の長与町とかはホームページに、掲載してくださっていたりだとか、役場の一角にこの署名用紙を置いてくださっていた時期があるとか、そういうこともありましたので、自治体の方に提案をして一緒に何かやりませんかっていうのは、もしかしたら自治体の方もですねそういう提案を待っているかもしれないということで、私たちからまたですね全国の仲間に全国交流会でも問題提起したいと思うんですけれども、そういうアクションをですね積極的にやっていきましょうというのも一つのアイデアかもしれません。はい、同じく長崎ですけれども、まあ例えばピースウェーブの時期は七夕なので、七夕アクションを企画する人たちが例年多いです。でやっぱりその季節に絡めたアクションはメディアに報道されやすいという傾向にあるので、この時期に七夕なので七夕の、該当署名をやりましょうとかですね、禁止条約国際、排泄デーに合わせたアクションをやりましょうとかですね、何かのアクションに合わせる形でこの国際署名の該当署名が集められるっていう方が、メディアの注目度も上がるし、私たちとしても集まりやすかったりすると思いますので、こういうチャンスを使っていきたいなと思います。長崎では歌を歌ったりしながらですね、署名活動をやっていて、まあ、長崎では小学校、中学校とかで平和の歌を歌うっていうのが染みついているので、割と高校生たちとかが反応してくれたりするので、ですね、そういう効果があるのかなと思います。でここ最近のアクションを紹介しますと、アースデーという地球のことを考えましょうという一日に、私たちも乗っかってですね、代々木公園で開催される毎年何十万人も来る、お祭りでもありますが、そこに国際署名の、コーナーというかですね、パレードの、一部をお借りして、こうやってですね、天ぷら油で走るバスに被爆者の方も乗っていただいて、スクランブル交差点とかですね、こう、パレードして回るというアクションをやりました。はい、でこれも同じく今年ですけれども、坂本龍一さんとかですね、音楽アーティストの人たちがやる音楽フェスティバルに呼んでいただいて、署名活動を呼びかけるっていうこともやりました。で夏はですねこういう音楽フェスティバルのシーズンでもありますから、で音楽業界の人たち、核兵器について考えてる人たちたくさんいらっしゃるので、
一私の方でこういう、核兵器の問題とか政治の問題とかに関心があるアーティストが出ている音楽フェスには問い合わせフォームで、あのノーニュークフェスでこういう形で出してもらったのでまた出していただけませんかっていうメールをこの間一斉に送ってみたので、夏、いわゆる夏フェスですね、こうやってコラボレーションするっていう形もできたかなと思って私の方で、計画をしたりしています。でこれはあくまで私個人としてやるできるアクションとしてやってるんですけれども、おそらくまた皆さんもですねこういうことをやったらいいんじゃないかっていう、想像などがあると思いますので、少なくとも私が今やってるのはそういう音楽業界の人や人がと一緒にコラボレーションできないのかということでどんどん提案をしてみたりしています。でもう一つですね、今私が考えているのは、環境問題について関心がある人たちと一緒に、今 ICANN がやっているダイベストメントっていう銀行に対して核兵器の産業に融資するのをやめてくださいっていうアクションを、ICANN がやっていますけれども、日本の中ではそういう、アクションが核兵器の分野ではなかなか広がってないんですけれども、環境問題の分野では割と広がっていて、特にその石炭発電をやめてほしい、原発をやめてほしいとか、そういうところに融資をしないでほしいっていう銀行への働きかけをやっている若者の団体がいくつかあって、そことコラボレーションして、まあ、いわゆる地球や社会に優しい銀行にしてくださいっていうアクションを一緒にやってはどうかという提案をして、それが9月に何かイベントができないかなということで計画を進めているところです。でこんなアクションは今私の方で考えているんですけども、やっぱり私一人でできることに限界がありますので、皆さんからも知恵をいただきたいなと思います。ごめんなさい、結局15分ぐらいしか経ちました、はい、でここからは予定通りではあるんですけれども、1時半からまあ大体2時半までですね。で、できれば共有の時間も設けたいので、一旦45分間、つまり、1時半から、2時15分までの間ですね、2020年までどんなアクションがあったらいいと思うか、2020年までに日本社会がこういうふうに変化してたらいいとか、そういうアイデアを今テーブルで何人かの人たちに分かれていると思うんですけれども、アイデアを出し合うという、時間にしたいなというふうに思います。テーブル分けはむしろこれでいいですか、うん、後ろにいる方々もぜひ受付の方々もぜひ入っていただいて、今から45分間自由に話しましょうと言ってもですね、おそらくその大変だと思いますので、時間、例えば15分おきにテーマを私の方で打って、それについて話してもらうっていうのがいいかなと思うので、最初の15分は今抱えている悩みとか課題、この国際姉妹の課題について考える15分間にしていただきたいなと思います。で、先ほどのこの15分間でお話ししましたが、やっぱりこの940万人の署名を集めるまではすごい勢いがあったかもしれないけれども、今このピースウェーブがちょっと回数が減っているのと同じように、運動は少し停滞気味なので、その要因は何なのかとか、ここにはやっぱりこういうことがネックになっているとか、そういうそれぞれの、考えている課題っていうのがあると思いますので、これをちょっと出し合う、15分間にしたいと思います。でこれはあの情報はやっぱり資源なので、貴重な資源なので、ぜひ話すだけじゃなくて話したことを誰かがメモするとか、自分で付箋にメモするとかっていう形で、お手元にあるペンと付箋を使ってそれぞれが発言したことっていうのは書くようにしてください。で、後から全部回収できるようにしたいなというふうに思っていますし、一応今日のこの15分の段階でも一旦共有したいなと思います。じゃあ今からですね、はい、で15分やって話するんですか、はい、15分やって次のテーマに移る。その途中に何ていうか、ここで15分話したことはみんなとは共有した。そっちの方がいい。どうしよう。わかんない、一応私のアイデアでは一旦3つのテーマをそのままやって最後に全体共有しようと、はい、で最後にじゃ15分15分15分でやって、はい、その後このテーマでは課題というのはこういうふうに整理して、ここの課題にスポットを当ててこういう解決策がいいんじゃないかって話になりましたっていう形で1年間発表したいなと思います。じゃあまず、15分間、今のこの運動を抱える課題についてお話しお願いします。多分初めての方もいらっしゃると思うので自己紹介からお願いします。Thank you.
れでいっぱいあります。時代なんでね、やたら抵抗があるところで、今やったら書類を持って、ね、書類を持って悪用しようとか考えはできないんだけど、やっぱり住所確保とか何号室なんていうの確保とかに抵抗があると、それと今のマンションはなかなかこう昔みたいに6月慣れてずっと訪問して回るっていうことができない。個々の応答を待って入るということであるんですよ。何をやるにしてもまず先立つものがない、被爆者のつまりこれもそうですけど、被爆者国際署名のホームページに関係を持つことができない。私は忙しい図書室図書室はい、署名の話をしてください。
帰るというのはまだまだ違うので、5名でも5名でも求めれば愛と何かよくあると全部交換させる。まず1年しか残ってないんですよ。そうなんですね。全部交換してある。また回収に行くと。まあ、回収に行くと。ちょっと、でも基本的なところですね。自治会の承認がないので、個別に訪問してもらってはこない。自治会はそれが承認しないんです。危機感のなさとか、そういったもので、そういうことから、この配慮がないと、そうなるの。これは難しい。忘れんと思ってですね、それは、一輪事件の後、多分ね、発表しない。それが非常に、反対証明の存在のものが決まってて、それがそもそも、私には、そこはありますよね。これは、直接携わったら、総会で回覧板を回して集めろと。そういう集め方をしたから、全部。これは今あれ、障害に回覧板で回してくれって言ったら、今言った個人情報も、協会長に承認しないと、全然では、方法がないですね、集会が。まあ、我々の親戚営業とか、同窓会とか、まあ、あらゆるところの会合に、私も300人ぐらいが集めたし、で、金も10万ぐらい集めたと、募集してるから、もう一回証明しろってわけにいかないんですね。中にはね、もう一回証明したいときもあるけど、そういう意味では、マリカルだわ。働いている方々が多いので、まあ、対面で渡せるっていうのは、僕は、3割があるかないかね、置いてくってことですね。国際自体はね、マリカさんが100人あって、これからは国際的にもあるのがあるんだと、まだ期待感を持ってたんだけど、それ一つはインターネットの仕組みで、電子証明で集めるなと、300万人の僕らが集まるのを期待したんだけど、間違いなんですね。今の人はテレビかネットしか見ないっていう、そのためには広告を広げるかに対してはアイデアがプロのやっぱり今ある成功者の活動なんかを見てるともプロに頼んでいる国際的な仕組みをするとテレビで宣伝する方は宣伝するだけなんで、まず1000万円プロの人が欲しくてどんどん話し合っているがっくりした話をするのは今から5年から公開とかの彼は例えば前回首相が50都市を取り上げて1000万円で東京プレスが集まるのかというような感覚で話をしたり、例えば広島長崎さんはプレスの運営者に求める人が入ってくるので、ある程度、発生させるみたいなのを聞いたら、
そこが発信、また一人一人の発信源が強いわけではないですよ。いやだから SNS でもだからそのすごく力のある方がいて、そういう方がとりあえずまあ集団とホームにつながりましたっていうことになって、もうそこからそこから自分の場にわーって広がっていくっていう状況がいろいろ感じてないです。遠くないと思うけど、礼拝だったら見てくださったら進んでる国でアメリカの中ではね、いろんなもうあのお寺は先だけを言っているところなんですが、その中でもね、今はだからみんなそういうところでちょっと立ち止まってる人が多いので、あのそういう大きな網も必要なんですけど、宗教の網の中にあの例えばそういう地域とかね、こういう盛り上がりとか、こういう環境だとか、先ほどの教育だとか貧困だとか、障害がないところが平和とかね、そういうことで優先するのは何かというとこれなんですよね。だから環境だとか教育だとか、そういうふうに言ってみんなね、そこで人と落ちたらもうおしまいになっちゃうっていう感じがしますよね。だから優先順位をしっかり見ないといけないという、なかなかその辺の方が大事じゃないかと。メディアが、ね、あるよ。できるだけ、出てきたキーワードを付箋に誰かが書き残すようにしていく。まだその署名、被爆者国際署名の存在自体を理解する層がまだまだいるんじゃないかなというのは、最後は被害者さんがホームペースで署名を集めて、地域で聞きに来た人がその思いを聞いたら、しっかり署名する人がいるよっていうのは、そういう実際がまだあるんじゃないかなというのは、いかにこれを存在してもらうかの認知をするかというのも大事なのかなと。そういう話は結構あとは若い世代の視点から言うと、やはりこう署名運動、ね、署名運動をすること自体への抵抗は拭いに行って新しいのは新しくて、事故のとか署名すごいんで、だけどそういう意思表示にあまりに責任を持てないんですけど、違いないですよね。そこは伝え続けて何かすごく悩ましい。でも激烈戦争への何でも大丈夫では耳だけ貸してください。今ですね、課題について、どんどん出していってると思うんですけれども、次の15分でできる限り分類分け、出てきたキーワードとか課題の分類分けを、して進めていただいていいですか。おそらくですね、運動の方法論とかの考えだとか、そもそもの考え方の課題だとか、いろんな課題が出てきたと思うので、分類分けをして共通点を探したりとか、分類分けをすることによってさらにもっとこういう課題が見えてくるってこともあると思うので、出てきた課題についてまずはカテゴリーを分けていくことにしてください。おそらくそのカテゴリーもグループによって分け方が変わってくると思うんですけども、分からなくなったら読んでください。この辺は一緒って基本的にはすごいよね。署名やりきったら発信力になるとかあるかもしれない。逆に言うと、その、確かにそこから広がらないっていう、日本中の人が知ってる音楽ってすごく限られていて、そういうなんていうんですかね、プライス的な展開っていうのはちょっと近づきに共有できる音楽としてその平和っていうのは今できてない、できないんですよ、なかなか。だからそれこそ原爆を許すまじという歌が作られた時には英語になって、まあ、そのできた年に世界青年平和友好祭みたいな形
で、世界中に今が広まって、例えばピート・シーガーさんみたいな方が英語で例えばこういう作品で歌われて、アメリカの中でもそういうような運動に貢献するというような流れがあったわけです。今そういうような力は SNS にあるわけではないですね。あくまで道具であるので、から捉えることによって広がりますね。だからそういう地道な活動がすごく必要なんです。もちろん虐待の目当初の目標としてはでかいわけですから、とにかくいわゆるその波を立てるというか、市民活動にそういう波を立てながら、いわゆるもう署名数じゃなくて、いわゆるこういうことをやってるというふうなぐらいしかないと思うんですね。1年間のもう当初の治ったようにしてもまだ不可能だと思うんですけど、市民活動なかなかそういうことを引き入れる波を政府を動かしていくというようなね、その方法は何があるかということになるんですけど、まあそれはもう団体とかそういうものを動かしていくいうのは簡単だけどね、言うのは簡単だけどね、実際にいざじゃあどう動いたらいいか、どう動いたらいいかって関連してるね、エアファントに立ったっていう一部の人しかないので、ちょっとこう始めると何という、ね、見てても怖いんですけどね。私今住んでるんですからね、いや、ないんじゃないですかね。っていうのは、まあ、取り手のあれですけど、でも、やっぱり、何十年先にどうしようっていうのは、なかなか実感持てなくて、だから戦後であればね、一旦国がめちゃくちゃになったので、国家をどう作るかみたいな大きなことを、右も左もみんな考えたと思うんですけど、今はやっぱり、今をどう生き延びるかという感じでね、で例えばじゃあ今年金問題が話題になって、みんながね、自分が人は自分がその60何歳になった時に年金なんて出ないと思ってるわけですよ、ね、思ってるけど、多分じゃあどうしようっていうのがあまりにも大きすぎて、じゃあ今20代30代とか60代のことを考えるかっていうよりは、とりあえず今生きてせいぜいやって FX みたいな、そういうぐらいの話だと思うんですよ。国家をどう立て直すかとかっていうのはちょっとイメージ的なっていう感じなんですね。まずその新聞をどれだけの人が読んでるんだろうか、うん、だからその2000万円の話題が分かるのってどれだけですか、ね、もう一人やっていくといろいろ広げていけることができるので、ね、自分が興味のある情報しかこう取ろうとしないのと、あとそのそれによってなんかその閲覧してなんかその傾向で興味がありそうなものがなんか届いてくるみたいな、そうなってしまう、総合的に取れていくことにはなると思います。自分が求めた情報から別のところで紹介されて勉強したいと思うとか、そういうのはないですね。そんなこと言ってもしょうがないことだ、そっち言われて小さいことがパッと入れるのが分かるよって、
食べてるとね、それだけしか見つからない。ちょっとその広がりのあることについてはもう関心がないし、そこに重要な問題がね、あるんじゃないかなと思ったりするんですよ。だから全部がそうだったら、でも感覚的にね、当面の知りたいことだけをずっと知っていく、気がついたらもう全部周りは全然別のことになってしまう。だから今の安倍さんのやり方なんて、アベノミクス選択肢を分かりながら広げてこれたところが、ごまかしてるわけですよ。ごまかしてるけど、一見はまだそうおかしくなってないものがみんないいと思う。いいと思ってるというよりも、あ、じゃないの、そこでも、そこはよく分かってない旅行で、そこはよく分かってない。多分そのやっぱやってることに対して自分のその生活がこうガラッと変わればすごい広がるタイプだと思うんですけど、何だかんだ言って同じような調子で6位に来てるという実感が出てるから、あれで、ね、なんかすごい政治家の給料がずっといつの間にか、ね、大戦争に戦争は予想でするもんだと思ったら、いつの間にか首を動かして、俺なんか戦争なんかいる、引っ張っていかれないよっていう人たちが引っ張っていかれる。職員で言えるよ。言うべきだというか、でも最後はどうしようかな。なかなかできないの、そういう意味です。なるよ、なる。なんないからって一生懸命だってしょうがない。失敗してない。失敗取れる。でも多分危機感が多分なってらっしゃる。でも気づいた時、持った時にはもう遅いっていう状況になってる。やっぱり危機感を伝えるような、まあ、煽るって言ったら、ある程度煽った方がいい面もあるんじゃないですかね。伝えるような何かね。いや、そのスマホ世代であれば、ビデオを作ってね、それを広げるとか、なんかそういう名前とか、あるような人たちがね、もういいと思うんですけど、ちょっとびっくりするようなね、それで、このまま行けば作戦とか、そういうようなことが必要な気が、まず入り口としてね、そういう気がしますね。若い人であれば、それとあとは、やっぱり宗教トップダウンだって言って、みんな避けてくるのが、ある程度、ある程度トップダウンのところが重要で、学校だと好き嫌いになって、一応ちゃんと授業出なきゃいけないんですよ。今、大学ぐらいでも一応みんな出席のために、大学の授業でやらせてもらえると、一通りの人には回収する。普通の集会でやるとね、もう大体決まった人なの。で、どれぐらいだこれ。大学とか高校とか、中学とかっていうのをちゃんと、最初に。そこで署名はなかなかできないんですけど、少なくとも核兵器問題は。直接的に、設定の必要は苦手かもしれない。人の顔が見えてない場だったら、そうするとそこで出てくる子供たちの反応が比較的、なるほどっていう反応があるわけです。幅広く。子供とかは選挙でそういう前になってしまうとか、そういう考え方とか、そうするとやっぱりすごい考えて、一生懸命考えて、検査とか、そういう場作りみたいなのがいいですね。場を自分たちで作るのは難しいけど、与えられるのは、そうそう、一旦程よいところで、やめてください。話が途切れたら一旦前を注目してください。話が途切れたら注目してください。よろしいでしょうか。はい、やってみると結構なんか面白いというか、それぞれの感じる現場での課題がバラバラで面白いなと思うんですけど、今からの作業なんですけど、今カテゴリー分けとかをしていただいていると思うんですけど、
やっぱりその課題の新しい人が参加しないとか運動に体感があるとかっていう課題をとにかくどんどん出していっていると思うんですけど、次にやっていただく作業は Why と How で、これがなんでっていう問いかけを自分たちでどんどんしていってほしいのが一つ目なんですね。そうしないとやっぱ嘆いてばっかり終わっちゃうから、で新しい人が参加しないのになんでってなった時に、まあ、その誰かのせいにするだけじゃなくて、じゃあ自分たちが何をしてこなかったんだろうってことを考えるのが大事で、例えば新しいこと参加しない、でこれ僕自身が反省でもありますけど、じゃあ例えばピースボートとか、ピースボートってどういうことやっていて、どういうふうにやるんですかっていうピースボートの説明会みたいなのって何回も定期的にやってると思うんですけど、そういうピースボートがやっているボランティア説明会だとか、世界一周の船で何やってるんですかとか、あのそういう説明会みたいなのを国際署名定期的にやってましたかってやってなかった、じゃあそれ新しい人入んないよねみたいな風に、多分その今出ている課題に対してなぜっていうのを問いかけると、あのそういうことやってなかったかもとか、こういう働きかけが良かったの、この層への働きかけが弱かったかもとか、そういうなぜっていうのを自分たちに問いかけることでそういうのが見えてくると思うんですね。で最後に落とし込んでほしいのは、そこから多分ポンとアイデアが浮かんできて、じゃあ例えばそのボランティア説明会をするためのチームを、広報チームの中に作ったらいいんじゃないかっていう具体的なアクションに落とし込めたりとかすると思うので、ハウがどれだけ具体的なものが出せるのかっていうのはちょっと限界があると思うんですけど、特になんでなのかっていう問いかけをして、こうしたらいいんじゃないかっていうアイデアを出すところまではできればですね、15分まで続けていただきたくて、あのバラバラのカテゴリーに対してそれぞれが思ったことを言っていく、なんでっていうのもそうだし、アイデアを出していくっていうのもいいですけど、できればそれぞれのグループの中でこのカテゴリーに特化した形で出しましょうっていう方向性でもあります。例えばここのグループはやっぱ若者が多いんですよね。ここはなぜか若者が多くなってます。若者が半分多いっていうか半分になってる平均年齢ちょうどいいぐらいになってるかもしれないですけど、あの若者が多いですよねってなった時に、多分その若い層に働きかけってところを中心にやろうかとかで、被爆者の方もいらっしゃるので、被爆者の方と若い人が一緒にどうやったら若い人たちに参加してもらえるのかってことについて Why っていう問いかけをどんどん増やしていって、アイデアを出していこうっていうグループにしようっていう、そういう方向性を話し合っていただいて、なぜっていうのを突き詰めていただいて具体的なアイデアにつなげるっていう残りの20分間にしたいと思うんですけど、できそうですか？ちょっと不安だなっていうところは僕も伴奏に入ります。はい、じゃあお願いします。例えばこの辺はやっぱり期間の中で働く期間を2人構成するのは一つのあれで言うと大きな流れになるのかな。これやっぱりこれが結構怖いかと思うんですけど、これはあるかと思うんですけど、それだけやってたのは語り合えるがっていう回答をくれたのね。署名をニューヨークまでわざわざ持ってきてくれて感謝しますと。この行動は世界中の核兵器廃絶を願う人々を代表した活動であるっていうふうに、それから私は準備委員会の議長として署名を受け取ることもことをとても名誉に思いますこれだけの。それから国連で第1号の決議を、ね、その核兵器全面廃絶についてその決定してるんですけど、1946年の時にそれを意識しながら今後議論が進めるように、その核兵器廃絶に向けて前進していくように、あの私は願っていますと。そういうちょっとそのこの場でやり取り話をしてもらったわけ。そうするとただ単に目録出したっていうんじゃなくて、こういう委員会そのものにこの署名が届けるということがどういう意味を持つのかっていうのがすごく大きな意味合いがあるような、してきたんですよ。
やり取りの中で広がってもらう、そういうことをやはり皆さんに分かってもらいながら署名ができるとね、いいなというふうに思って、まあいろんな署名のいいところなかなかこう、ただこう名前ね、数じゃないと思う、やっぱり900何万という数が、これが1億が集まればもっといいんでしょうけど、でも今の今の状況というのはそこまでなんだけど、でもそれを持っていくことがどういう意味を持つかというのが、ちょっと感じたなと思いました。国連に届けますって言ってもやっぱりそのなんかピンとこないっていうこともありますよね。それ一筆が大事だっていうことはやっぱり皆さんに伝えなきゃいけないですよね。ですね。これに行くんだっていうことはどういうことなのかっていうことね。これです。署名の意義をやっぱりしっかりしてそれにはやっぱり私たちの情熱がいるので話す人の力っていうのがねだからずっと通り過ぎるようなものじゃなくて本当に信じてパッションを持って言わなきゃいけないでしょうしねその時にはね向こうでいくつか証言してきたんだけどやっぱり和田さんさっきおっしゃったように皆さん知らないんですよね、うん、広島で何があったのか長崎で何があったのか、ね、そのことをやはりどう伝えるかという、うん、それはやっぱり74年が日本に経ってますから、うん、そのことについて学校でちゃんとこう学んだ人そうでない人いろいろあると思うのでその時間が例えば立つのとかこういうことっていうのはその意義っていうのは忘れていくし皆さんが今十何年生きてきたからっていう我々の世代の80年生きてきたからっていうのはその歴史とは全然違ってきますよねだけどそれが何で今問題にしてるかをやっぱり伝えていける場っていうかそういう証言っていうのがねもっともっと欲しいなとこれをやらなきゃいけないなという思いで帰ってきたこんな感じになりますけど 100% 広島を考えると50年間今若い人たち中学校生たくさん参加してる一番信頼性は一番印象に残っていろんなことを考えるのが証言の証言と言います。それで今の問題に昔のことで今の世代話してもらえるようなね、カリクラム、道徳じゃなくて、こういうことをしっかりとね、言っていただかなければいけない。だから、アメリカのその、NPT の2015年の時に行った時に、歴史の、歴史を教えてる先生、私は行ってないんだけど、他の報告で聞いたんですけどね、歴史を教えてる先生、その先生が、すごくその、親日家の先生でね、で学生たちに質問したんだって。誰が日本の安全をね保障しているのはどこかって質問したらね学生たちがね V2 って言ったんですよアメリカだとそういうことですよねだからアメリカはそういう意識を持っているわけですよだからそういう教育が行き届いてしまっているということをやっぱりだから逆に私たちはそういうことをしっかりと日本のサイドでもね、それはそうじゃない、安全保障のことにもなるんだけれどもね、考
えなければいけないなと思います。教育の大事さっていうこと。それで、スイスのね、大使に2015年にお会いした時にもね、スイスの衛生中立国としてその関係をね、中立にやってるわけですね。で、これのコンセンサスはどうやってできたんですかということをお尋ねした時に、ね、教育だとはっきりおっしゃいました。だからその若い人にとってはずっとそれが何ていうかな、単なる歴史の一辺にしか過ぎない。だから長く時間もかかるけれども、それこそ対話をしてしながら教育の中で一つ一つ分かってもらうようにしなければいけない。その点の大使はそういうふうにおっしゃいましたね。それとね、はい、広島だけじゃないんですよね、被爆者が今。東京にも5000人の方がいて、もう平均年齢87歳と広がっている方がまだまだいるので、そういう場をね、いろんなところで我々より呼んでいただきたいと話す場合です。政教さんでもそうだし、若い人たちとの、ね、そういう場が、できればいいなと思って。今未来に開くプロジェクトというのを継承する会の方でそういうプロジェクトを立ち上げてて、被爆者とそういう若い人とつながるからそれを全部インターネットで絵の中に落としていくっていう紹介して、皆さんが何を感じたかも含めてそこに掲載していくような今これからシステムができてきてるので、そういう活動も今東京も 2,3 回ぐらい出てきてるところがあるので、ぜひ全体でそういう出会いがあってもっと詳しく聞きたいというのがそういう場を考えていただけるようになると思っていけると思います。やっぱりいろんな形で我々をもっと引き出してほしいんだけどね。東京にも被爆者が全国いるんですよ。全国に少なくなってはきてるけど、だからもっと身近にそういうことを、ね、聞いてもらいたいし、74年間うんと私は昨日のことだと思って自分のことをやっぱ父親を亡くしてますから、そういう思いで昨日のことのよう74年前ぐらいにまだ全然そこから進んでないというふうに思ってる。皆さんも過去のことだと昔のことだし、ね、自分と関係ない、そういう思いだと、これでもね、そこどう縮めていくか、そういう場合のつながりを、この話の中の背景が実は、貧困だとね、やっぱり話ししないと、すごいな、ね、そういうのは、私も今、10歳で若いですけど、いつか年を取って、我々の中間者の方々、岡田さんとか山田さんが言われたような力強いメッセージを我々がどう伝えて繋げていくのかというのも考えなきゃいけないなと思って、今までそれを考えてこなかったなという自分の反省もあるんですけど、ちょっとね、ちょうど若い子がフォーカスしてみたいな、伝えていく側にもなって、被爆者が減ってきてるっていう現状もある中で、今の世代が直接被爆者から話を聞くことができる最後の世代っていうふうに言われてる中で、じゃあいなくなったら次は僕らが社会を担っていく番になって、これを誰が誰に伝えるのか、僕らしかいないってなった時に、それは一言にしたらもう核兵器の問題とか被爆者の思いっていうのが日本からなくなるのかって考えたら、そんなことはあってはならないなっていうふうに思います。そういうふうに考えてくださるんですよね、本当にね。そうですね、継承の問題なんだけどね、そこね。だから今15万人いるんですね、私神奈川なんですけど、神奈川で2000人だけども、もう横浜がそうなんですね。あ、神奈川が4000人で横浜が2000人と言われてるんだけど、だけどそれはただ登録されてるんで、ね、手帳を持ってる人の数だけで、それ動ける人はほんのわずかなんですね。だからそれをどうやってつなげていくかっていうことは、大事なことだし、死にたいのを国は待ってるようなところがあるんだけど、いろんなことでね、
たら活動してきて、いろんなものでいろんなものを要求してくるので続けてきたから今があるんだということを私は思ってるわけですよ。何もしなかったら何もならなかったよというのは本当にあるんですね。だからいろんな意味で検証はしなければいけないというふうに思いますね。大変なことだし、私たちと同じ思いをさせたくないということで、いろいろやっているんですね。いやだから学級条約ですね。証言を聞いてもらうっていうことは大事だと思うんですけど、そういう、なんだろうな、うまく言えないんですけど、私はどちらかというと、仲いいおじいちゃんがいらないって言うから、じゃあ私もいらないと思うっていうのが私この運動を始めたきっかけなんですけど、長崎の本当に仲良くしてくれてるおじいちゃんが、なんか会計いらないと思う、困ってるんだよねって、友達が困ってたら助けてあげたいじゃないですか。本当にそれと一緒で、だから被爆者の人がその被爆の証言をしてくれる人でもあるんですけど、友達になっちゃえば友達が困ってるんだから助けようって、もう至極当たり前の考えじゃないですか。いや、あの時怖いことがあった、誰々が大切な人が亡くなったっていう証言だけじゃなくて、なんかもっとその人と人となりを知ってもらって、それを友達になっちゃえばその証言をもちろん聞けるし、そもそも人生長く生きてらっしゃるから、あの時の就活どうだったのとか、あの頃の恋愛どうだったのみたいな話もするんですよ、私おじいちゃんおばあちゃん。そのぐらい仲良くなるとやっぱ人ごとにはならないじゃないですか。すごく自分ごとになると思うし、なんかそういう場、証言を聞く場というよりか、なんかもうちょっとその人を浜澄さんを好きになってもらう場、和田さんを好きになってもらう場というか、ファンを増やすようなイベントじゃないですけど、一方通行ではなく、こう相互にそれからも連絡を取り合えるような、なんかそういうフラットな場がもっと多くてもいいのかなっていう気は、どうしても証言会ってなっちゃうと、今署名の抵抗感と一緒で、なんかこう気持ちを作っていかないねばならないみたいな場所にどうしてもなってしまうので、こう中身は一緒なんだけど、もうちょっとハードルというかを下げれないかなっていうのは割と考えて、なんか カフェみたいなのちょっと計画してて、ああいうのはやっぱりいいと思いますよね。お茶飲みながらね、それからまた出席した人がね、今度の避難所のあれに書いてるんだけど、報告というかね、目標方針にもね、なんかそういう1対1で話に、ね、2人3人で話して、先生ああよかったって言って、それまた別の集会をね、企画してくださる人も いるんですね、読んでくださる人も。だからそういうものが、ね、広がればいいなと思いますよね。やっぱり広島の現場が長崎の現場で、人間にとってはどうだったのかっていうのをはっきりこう掴むっていうのが、やっぱり全てにつながるっていうのが、ね、そこがないと、今の核抑止がね、核を持つことで戦争を抑止してさせないでいるんだっていうのが、そういう安全保障みたいなのになってますから、結局じゃあ広島長崎なんだったら、あれだけ気が傷ついて絶対自分を見せないんだよって、そのところはね、どう共有できるかっていうのが、そのより親しくなった中で、ね、伝えていくっていうことが、伝えられる、知っていくっていうことも必要なんだけど、もっともっとね、側面をして私たちも伝えたいし、今の世界中の人たちにそれを伝えていかなければ共有できないかなっていうふうにちょっと思って帰ってきた、5月に行った。でそんなこともあるんだけど、今いろんな人たちが声をつなぐっていうのが、DVD を作ってくれた武蔵大学の学生さんたちがいて、今度平和の
昔は映画祭でそれを上映してくれるんですけど、やっぱりそういう今まで被爆者が取り組んできた資料を元に映像にしたり、で元町高校の学生さんたちが絵にしてきたりとか、いろんなこうありますよね。それから証言、被爆者の証言、そういう声もね、インターネットでも検索できるようになってきてるんですよ。だから何をその被爆者が今言ってきたかっていうあたりが、もっともっとこうつながるような場をね、今私たちも作りたいとか、センターをどうしても持ちたいと思って今計画の運動し始めてるんです。継承センターですね。被爆者ノーモア被爆者記憶遺産を継承するセンターを作るんです。でそれにはお金かかるんだけど、今そういう中で DVD を作ってくれたりで、また資料であと2分で終えます。あと2分で終えます。取り組んでる活動があったりして、あと2分で終えて発表者を選んでいただく。継承って変わってきてるような、いろんな継承の仕方、話を聞く段階からさらに深めていく、またそれを映像にしていく、絵にしていく。だからいろんな人たちで、その覚悟を持って、広島の皆さんにも現状、事実をね、現状に実装をやっぱどう伝えるかって、そこが一番、ね、大きなところに集約されてくると、もっとこう政治に対しても、署名をね、自信持ってこうできるというか、そういうところに行くんじゃないかなって思うんですよね。まあ一番最初から抵抗感があるのかみたいなところから、どうやったら抵抗感なく出会ってくれるのかみたいな話と、あと署名の価値とか意義、なんでないのか、一筆で何か変わるのかみたいな意識がある中で、実際浜瀬美さんが斉田議長に会って、こういうことを彼らは思っているからやっぱ意義がある、やっぱその意義を伝えなきゃいけない、だからこそみたいなところは割とこっち側にもつながっていくと思うので、こっちの話をしたから、そこで、まあ、被爆者が、ね、どういう関わっていけるかね、場とか地下とか情報とか、あと30秒で終えます。そういうものをどうこうつなげていくかだね。継承にも入りますし、別物のもので、アートで被爆のことを証言、予言していくのが必要だみたいな話も結構応援して誰やってもできると思う。あ、やってみてください。経験を持ってない。そういう若い人たちと皆さんと
もう日本では関係ないと思ってるんですよ。だから、でも世界で何が起きてるかを知らないって問題なんですよね。中国が侵略してくるみたいなことを言ってもいいわけで、これから中国が備えなくてはいけない。でも中国を備える方法に言わけはないわ。別のことを考えた方がいいよ。戦争だったらすぐ降参するとかね、戦うんだな。テロの危機みたいなのはでもきっとありますよね。だから、はい、じゃあそろそろ、時間なので十分に考えられますね。程よいところでいただけるとよろしいですか。お疲れ様でした。ありがとうございました。いかがでしたか。面白かった。面白かったっていうか、あの今日ですね、こういう場をセッティングしたのは、なんか私自身がこれ家で一人でやってみたんですよ、これを。で、僕の問題意識と僕の解決策の具体的な書がこれだったんですよ。っていうのが、せっかく国際署名っていろんな47のネットワークがあって、しかも世代も幅広くって、いろんなジャンルの方々が関わってるのに、どうしてその力をそれぞれが持っている 100% とは言わずとも、それぞれの団体の 60% ぐらいから集まったらもっと大きな運命と起こせるはずなのに、それが起こせなかったのは何だったんだろうってなった時に、チームビルディング、いわゆるチームの作り方みたいなところにやっぱり問題があったんじゃないかなっていうのが僕のまず気づいた課題で、でそのためのそのチームビルディングを見直すためにどうすればいいんだろうってなった時に、やっぱりそれぞれが抱えている不満とそれぞれが抱えている課題って絶対違うと思うんですよ。例えば若者とちょっと世代が離れた人たちだと、それぞれ抱えてる課題は全然違って、例えば情報発信とか情報の受け取り方にしても、若者は SNS じゃないと情報を受け取りませんっていう主張をして、この間僕が経験したことですけど、 SNS 若い人たちに広げなきゃダメだったから SNS ですごい力を入れると、私たちは SNS なんか見ないからアナログで情報を発信しろっていうクレームが来て、でそっちに力を入れ始めて SNS が疎くなって若い人からの反応が遅くなってみたいなことをずっと繰り返していて、それが一部の人がずっとになってきちゃっていて、で運動として先細っちゃったっていうのがあったので、本当は若いグループは若いグループであるし、それ以外の人たちはそれ以外のグループであるわけで、それぞれがそれぞれの世代に届けるような情報発信していけばよかったんだけども、そういうチームの作り方ができてなかったというと、そういうチームの作り方ができてなかったとかっていうふうに、なんか僕の中でも発見があって、そういうなんというかそれぞれの持ってる課題が違うっていうことと、それをこのチームだったら実は乗り越えられるんじゃないかっていう可能性みたいなものを感じてほしかったし、そうしていくと主体化していくわけですよね。なんかなんでこれが起きなかったんだろうの言いっぱなしじゃなくて、自分はじゃあこれをやってなかったかもしれないにつながっていくっていうのが増えていけば、この47団体でそれぞれが関わっている組織の人たちってすっごいたくさんいるはずで、実は国際署名としてコアとして動いてくれる人たちって絶対100人以上いるはずなんですよね。だけど今コアでかかってるのってほんと十何人ぐらいになっちゃってるので、この状態を変えていくためには、こういういわゆるブレストって言われるもの、ブレインストーミングって言われるそれぞれの頭の中にあるものを出して整理していくっていう作業が絶対必要だと思ったので、今日ちょっと試しになってみました。それはこうやってゆっくりこの国際署名に関わっている皆さんがそれぞれが考えていることを吐き出すという時間がおそらくこの3年で初めてだったんじゃないかなと思うので、うまくいったところといかなかったところがたくさんあると思います。でそれは僕のファシリテーション不足かもしれない、能力不足かもしれないし、回数を重ねていくことに変わってくることかもしれないんですが、とりあえず一旦それぞれのチームでどういうことを話していったのかについて、できれば一人の方が代表して発表してほしいです。で発表の仕方としては、おそらく課題についてたくさん出たっていうグループと、解決するためのアイデアについてすごいたくさん出て、そっちの方は楽しかったっていうグループで分かれると思うので、一応課題としてはこういうものがあって、こういう共通点があったとか、それってつまりこういう問題だってことに気づきましたで終わってもいいし、ってことに気づいてだからこういうアクションが必要だっていう風な結論になりましたっていう一番綺麗な発表の仕方でもいいし、それは多分チームごとに結論の出し方が違ったと思うので、でやっぱりこういうこと慣れてるグループと慣れてないグループって分かるので、発表の方法は若干変わってくるとは思うんですけど、一応課題が出て、それを分類分けしてどういうところが見えてきたのかって話があって、解決策としてこういうアクションがやったらいいんじゃないかって話をしてほしいというのも一応流れでもありました。そこを意識しながらそれぞれのグループで発表してほしくて、多分ここが一番綺麗にできてるんですよ。っていうのやっぱ若い子たち慣れてる、こういうのに慣れてるからっていうのがあると思うんですけど、なので鳥にするか最新するかですよね。鳥の方が良さそうですか。すごいなんかハードル下がってる。
プリンしましょうか。じゃあ後ろからにしましょうか。じゃあこう回りますか。こう回しましょうか。ここから回しましょうか。よしよかったですか。本来から新しい。いやいやいや。いやいや、どうぞ。あの萌えからハオにっていうことですけども、ハオまでには行かないような感じです。ちょっとあのペーパーに出たことだけを申し上げます。あのいろいろイベントがそれぞれの団体であるんですけれども、そのイベントで必ず署名を集める、あの私たちが問題になったのはいかに広げるか、いかに署名を集めるかっていうことです。で、あのその中で共有、あの日本全体で共有文化として平和っていうのが存在しないではないかっていうこと、それからあの若い人には特にお話が出ましたけれども、SNS をあの活用して広げる。ただそれも出しっぱなしではなくて、最後にはやはりローラー作戦で、あの丁寧なあの対面っていうことも大事ではないか。で、SNS だけではなくて、何かイメージキャラクターというか、マスコットとか絵本とか、そういうことを持ち出すのもいいんではないか。それからあと署名を集めてるだけで終わりではなくて、署名を集めた人がまたその署名をあの他の人に広げてもらうところまでやっていただく。それから署名だけをすることではなくて、署名をすることに関してあの被爆者国際署名を理解していただき、あるいはあの平和文化っていうことをあのいわゆる意識を高めるっていうことは最終的にあるのではないか。で、あのまあ問題としては、あのいつも一部の人にしかあの、ま、あの私たちのグループの中ではなくて新しい人が入ってこない。で、参加いろいろイベントをしても参加者の固定化がある。で、あのあとはあの手っ取り早いのは有名人とかあの何人かにテレビにであの放映していただくのが早いんではないかと。それからあとあの学園祭やあの大学 の, あの自治会に当ててあのそういう被爆者国際署名のイベントを行ってもらうように要請するのもいいんではないか。ただし学校の場合はあの自由の森の学園の例があるように PTA の方からクレームが出るということもあるので、その辺はあの高校ぐらいだと難しいのではないかという声もありました。それからあとあの各々があのいろんな人に会うわけですから、必ずいつも署名用紙を持って、そのたんびに署名用紙をあの見せて集めていただくっていうことも、私たちは普段はあのそういうことをしてないので、あの忘れずにあと1年しかないっていうことを肝に銘じて、あらゆる手段をあの講じたいっていうことです。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ、じゃんけんまとめてもらったんだよ。あのメディアの方々にも参加していただいて、それすごくいいことだと思いますので、はい、お願いします。ではあのここでのまとめというか、まとめになるか分かりませんが、東友会の渡田さんのお話を聞きながら、あのメディアの記者さんにでいろいろ話を進めていったという形になりました。渡平さんの方からは署名数が上がらないとか、署名してくれる人はあの40代80代とか、またやってる感があるのではないか、体験を話しても署名数が上がらないんじゃないかって声が あのある中で、でも新宿では若い人や海外の人たちもいっぱい署名してくれるとか、あの今までつながってなかった農協の人たちとか市民団体の人たちにもっと呼びかけたいとか
さっきも出ましたけど、学校の中で呼びかけたいねとか、やっぱ人の中に入り込んでやってくれると、やってると署名してくれるんじゃないかっていうのも出てきて、それはまあなぜなのかということで、あとどうしたらいいのかっていうのをその後話していて、集めた署名がどう届けられているのか、ホームページとかに公開したらいいんじゃないかっていうのが出ました。それは世田谷の団地作戦の中ですごい署名が集まっていて、世田谷の皆さんがこれだけ集めましたってことを公開しているのが、署名をする人に安心感を与えているんじゃないかということと、なぜ練馬で、新宿で集まって練馬で集まれた数が上がらないのかは、署名をしている姿がどう見られているのかっていう周りの目線を気にされているんじゃないかということで、そのハードルを下げるためにこういろんな意見が出て、その署名、さっきの大阪の署名数のすごさがこう目に見えるようにしてやってみたらどうかとか、その署名だけではなくて日常的な教育がやっぱり必要なんじゃないかとか、署名の一筆がこう動かしているんだよってことが伝わればいいんじゃないかとか、インフルエンサーを作っていくっていう話になりました。まとまらなくてすいません。まあ今お話しだ、あれ入ってるのかな、お話しいただいているということで内容分かっていただいたと思うんですけど、やはりその一つの署名数を阻害して伸びないという要因は何なのかということになると、やはり地域で見ると生活感というのが非常に地域の連帯ありますよね。町の中、顔を知っている住民同士のあれが知り合っているから、なかなか駅前で呼びかけても署名に、画板に向かって署名している姿を見られる目線というのに一つの本人の行動を止めてるんじゃないか。新宿とかなんかっていうところはどんどん人が動いてることですから、誰が何やってるそんな一時干渉してないわけですよね。そういうとこから署名数は上がってるだろうと。で、あと世田谷の中の団地作戦というのをやってるんですけど、これはポストに入れといて後から回収するんですけど、してるようですけど、その入れるところは見られてるわけだね。回収もですね、まあどういうタイミングかわかりませんけど、あまり周りから見られない形での回収じゃないだろうか。まあこういうところに非常に人の署名というものについての人の目を気にするアレルギーというんですか、こういうところをよく分析しながら地域の特徴、生活環境というものを見ながら呼びかけていかないとなかなか伸びてこない。それと若い人たちというのがですね、やはり友達感覚で、あの人がやったからじゃあ私もやろうという軽い気持ちでどんどん乗ってくるのが若い人のどうも動きですよね。高齢化した人たちっていうのはもう本当に必要性、訴え、よしやろう、やっぱり困るよねという、こういう動きで感覚が高まってるんだけど、若い人は友達感覚で動いてると。その辺の切り崩しをどうしたらいいんだろうかということ、これは結論出なかったんですけど、そういうところにあります。それからやはり学校ということがさっき出ましたけど、私の、ね、あところもですね、学校というのは PTA が一つの壁になってるんですよね。小学校、高校生までは。まあ大学というのになりますと、学生は相手ということになりますと、今のやはり友達感覚、感覚という問題をよく 見ながらアプローチしていかないと受け入れが簡単ではないんじゃないかと。こういうところに、まあ、焦点ちょっと当てて話したところ時間だったんで、すいません、これで終わります。はい、このグループでは、東友会さんと、東連絡会さんと、で政協と、あとメディアの方にも入っていただいて、で、お話をしました。でまず一番最初の課題で出てきたところは、まあそれぞれの団体で今やっている取り組み、まあ、こう3年と続けてきていく中でやっぱりこうやりきってしまっていたりとか、一循環があったりとか、アイデアがちょっと不足しているところ、現状があります。で、6・9運動など、
該当署名であったりですとか、マンションでの呼びかけ、団地でこう先ほどお話言ってくださいましたが、団地での呼びかけとかをしてるんですけれども、まあ、今まではそういったあの自治体や町会とかで、あとは労働組合とか、そういったこうネットワークを利用して、であのこれまでの歴史の中での署名活動であの数を獲得することができたやり方っていうのがなかなか今難しくなっているよねっていうところも問題として上がっています。個人情報の問題でこう、まあ、名前を書くことに抵抗があったりとか、まあ、むしろ声をかけてこう反応してもらうことにもこうガードを持って しまってこう話せないっていうところがあって、なかなかそういう中でじゃあ次どうしていこうかなっていうのがあの全員が抱えている問題として上がりました。で次にじゃあその課題に対してどういうふうなことがやっていけるかなということで、それぞれの団体でできていることをさらに広げていくには、まあ、国際署名ですからやっぱり国際的な取り組みとか期待したいねっていう声も上がりましたし、まあ、IT 世代へ働きかけていったりとか、まあ、SNS とか活用したりとか電子署名とかできることはあの分かってはいるんですけれども、でもなかなかこう自分たちの団体で本当にそれがこう知ってきていくんかな、できていけるのかなって言ったら難しいという形になりました。でその中で2つ、アイディアが上がったんですけれども、1つは、今自分たちが、呼びかけている署名の場以外で署名を広げる緩やかな場っていうのをもっと見つけていこうっていうアイディアが1つ出ました。林さんのお話にもありましたが、まあ、あのこの核兵器廃絶の問題だけではなくて環境問題であったりとか経済の問題であったりとか、今あの世の中では SDGs という形でこう広くあの取り上げも行っていて、イベントもさまざまなあの呼びかけもありますから、そこもちょっと絡めていくようなことができないかというのを一つアイデアが上がりました。でもう一つはやっぱりもっと爆発的にこの取り組みを広げていくためには、文化人であったりとかインフルエンサーにもっと知ってもらってシェアしてもらうことが必要だねっていうアイデアが上がりました。で、まあ、どうやって気づいその文化人であったりとかインフルエンサーに、まあ、関心を持ってる人はいいかもしれないですけど、関心を持ってもらってなくて広げてほしいと思う人にどうやって気づいてもらうのかっていうのであれば、まあ、これからあの8月6日9日に向けていろんなインタビューであったりとかメディアでこう出演される芸能人の方であったりとか文化人の方とかいらっしゃると思うので、そういった方にこうあの呼びかけるその、 あのメッセージを送ってこういった取り組みに参加してくださいっていうふうにあの直接声をかけるということもできる一つの方法だねっていうところが上がりました。はい、はい、以上です。はい、こちらのグループは、田中さんと川崎さんと、日本選挙連の、私と、堀内の、4名で話をしました。で、課題的な部分ではあるんですが、やっぱりこう署名をした人はそこからですね、数がやっぱり広がらない。署名した人は今度自分署名をしていこうという、ところなかなか広がらないというようなところがやっぱり一つ一番大きな課題だなというところが上がりました。で、まあ、その中で なんでだろうというのを考えていったときに、やっぱりそれをこう広げるだけの、まあ、知識がなかったりとか、やっぱりその人目を気にしてしまってなかなかそういった動きができないと、まあ、そういったところがありつつ、あとはその、まあ、やっぱりこの貧困の問題があるとかであって、やっぱり学校であるとか学生、大学生もそうでしょうし、まあ、そういったところにやっぱりこう広がりをなかなか作ることができないというような意見とも出ました。でじゃあどうしていこうかっていったときに、やっぱりその語り合える場がやっぱり一つ全体的にやっぱり少ないなというところがありまして、まあ、そういった場作りっていうのが重要だなというのがあります。選挙なんかでもやっぱり子どもを対象にしたあの交流会を夏に企画しているんですが、やっぱりそういった場に参加することであのすごいあの活発な意見とかも出てますし、やっぱりピースボードの中でもやっぱりそのあの どんな場が良かったっていうか、その船の中で話し合える場が実際にあって良かったとか、まあ、そういったような感想があるということで、あのそういったあの場作りでやっぱり作っていかなきゃな、ただそういった場を作れれば人がいないというところがあって、あの今の学校の先生なんかもやっぱりその、まあ、忙しくて日々 その授業を回すだけでいっぱいであるとか、そもそもそのあの自分がやっぱ戦争を知らないからあの何かそういったことを伝えていけないという、例えばその地域のリーダー的なところがいい、その地域の中でやっぱりそういうのをやっていくという人がやっぱり圧倒的に少ない
というところで、その2000この運動が終わった後もやっぱりそういったこの運動の理念とかを広くどんどん伝えていくにはやっぱりそのリーダー的な育成で、そのリーダー的な育成をするにはやっぱりこの清掃経験者の方からお話を聞くというのがすごい重要で、やっぱりその機会というのもやっぱりだんだんこう時間的な部分で短くなってくるというのもあるので、まあ、そういったこう戦争の経験者の話を聞くであるとか、そういった地域のリーダーの育成ところにやっぱり、やっていかないとこの書面のが終わった後もやっぱり先につながらないというようなところが意見として言ってました。ありがとうございました。じゃあ最後、見えますでしょうか。慶応義塾大学の高橋です。私たちの班はですね、今林田さんが言われたようにですね、平均年齢が少し低めでありがたいことにですね、活発な議論ができたかもしれません。私たちの出発点はですね、若者に署名への抵抗があるのはなぜかというところでした。そこをよくよく考えてみるとですね、例えば広島、長崎のことがきちんと伝わりきれてないんではないかとか、あるいは道端で何かやっている、つまり政治色が強くてですね、あまり関心を持たないんではないかとか、率直な意見が出てきました。私も中高6年間と署名活動に関わってきましたが、やはりそこをどう乗り越えるかということがキーワードになってくると思うんですね。でそれと同時進行で進んだ議論としてですね、署名の価値あるいは意義をどう伝えていくのか、それぞれがどう認識していくのかというところに帰結するんだと思っています。ここで一つ重要な発言を浜住さんがされて、それは今年のニューヨークでの NPT 会議の時にですね、サイード議長に署名を提出した際にですね、この署名は世界中の代表であると、でこの行動が第一歩なんだと、でそれを私は希望に感じるというふうにおっしゃられたという発言がありました。署名の意義をそれぞれが認識するというのはとても難しいことで、それぞれ感じ方に違いはあると思うんですけれども、どうやったらそれを感じてもらえるかというのを考えたときに、一つの解決策として原点に帰って被爆者あるいはその苦しみを私たちが誠実に感じる、学ぶ、その思いを共有するということが原点になるんだと思っています。例えば鈴木さんの発言はとても面白いなと思ったんですけど、今まで被爆者の話を証言会とかで聞くとなると、それはちょっと何て言うんですかね、気持ちを準備していかなきゃいけないとか、こう真面目に聞いてその質問をしなきゃいけないというか、なんというかこう被爆者対聞く人というその構図が生まれてしまってるんですよね。でもそうではなくて、もう一歩進んで彼らとお友達になるとか、大切な人として慈しみを持って接するとか、そういう次の一歩が必要だと思っていますね。で最終的に、例えばカフェですよね、被爆者カフェというのをやってますけれども、この証言会のハードルをどう下げるのかとか、そういうことに行き着くんだと思います。私たち若いと言われても、私も18歳で、いつかはその年を取って、その何て言うんですか、次の世代につなげていかなきゃいけないんですよね。中間者なんですよね、僕たちも。そういう意味で、私たち何ができるのか想像すること、痛みを共有すること、それを再認識しました。はい、終わります。長くなりました。かしくん、今、かずきさんと一緒に言おうって頑張ってる。まだ。ほぼ高校生みたいな大学生で、ね、18歳って言われるまで誰も18歳って気づかないんで、はい、広島でね、ハチドリ社とかで一緒にアキコさんと一緒に学話科とかをやってくれたりだとか、本当に今貴重な人だなすごい人だなと思いました。ありがとうございます。で、僕がキャンペーンリーダーとしてまずできることは、被爆者国際署名って連絡会なので、国際署名として動いてるのって僕と鈴木恵那さんと、あと、
高部さんの3人ぐらいなので、あのこれを国際署名でやろうとなるとこの3人がしんどくなる一方で、あのそれ以外にももちろんね、あのコアな運営委員会の皆さんもしんどくなってしまうっていうのになるので、一旦これを連絡会としてこれを企画に落とし込んでいこうっていう動きももちろんやっていくんですけど、それとは別にここにある情報ってそれぞれ組織を代表して皆さん今日来ていただいてると思うんですけど、その組織の中で例えば今年の8月も高校生たち呼んでこういうことやろうとか、組織内集会でこういうことやろうとか、世界大会でこういうことやろうっていう時の来年のイベントの組み立て方とかのアイデアになると思うので、この、情報をとりあえずそのまま写真を撮って皆さんに連絡会共有します。それは自由にあのそこからまた組織内ブレインストーミングしていただいたり、私たちの持っている資源、つまりこの、全国にネットワークがあるっていうのが資源だっていう組織もあれば、もともと宗教っていうあの一つの幹があって、そこから広げられるのはこういうところだとか、多分それぞれの強みを生かしたものっていうのが生まれてくると思うので、まず一旦この情報を共有したいなと思います。でそれぞれの、組織内で活動していただいてっていうふうにやんないと、あのこの運動って僕一番なりがちなのが、何もかも川崎明に任せがち問題っていうのが結構最近若い人たちの中で話題になっていて、日本政府に働きかけた方がいいとか、継承のことも考えなきゃいけないとか、日本社会でみんなが主体性になるにはどうすればいいかっていうのを、なんか全部川崎さんがやんなきゃいけないみたいな雰囲気に結果的になっちゃうっていう、で課題を挙げてみんなそれ言いっぱなしで、誰がやるのってなって川崎さんがしびれるようになって全部川崎さんがやるみたいな、なんかそういうことに結局なってるっていうのはやっぱ乗り越えなきゃいけないよねっていうのが、割と若い子たちに話すとよく出てくるキーワードで、やっぱそれを乗り越えるためにはまずどういう課題があるのかっていうのをみんなで情報を共有するっていうのは絶対大事で、あのそこが一つに集まっちゃうからその一人がしんどくなっちゃうっていう状況に至ってしまうと思ったので、こういうことをやりました。で、今日あのこういう場を改めて作って私が思ったのは、こういう時間を本当は丸一日とかあのかけてとか半日とかかけて国際署名でやんなきゃいけないなと思いました。あのこの今日の、ことをやらなきゃいけないなと思ったのは、その9月に、ダイベストメントで 350.org っていう若い子たちとあのイベントやろうって話を今やっていて、その子たちも環境問題が日本の中で全然広がってないっていう課題がそのチームの中で問題になって、これって何なんだろうっていう今日みたいなことをやったらしいんです、何日もかけて。で結果的に彼女たち彼らたちが至った経緯、至ったのは運動の担い手があまりに少ないっていう結論に至ったらしいんです。でそれを人のせいにしないでもう自分たちで作ろうっていう展開になって、彼らは今年の3月に全国でリーダーを育成するための2泊3日とかのキャンプをやってるんですよ。キャンプってそのリーダーキャンプ、アメリカとかでよくやってるような活動家を育成する、私たちがどういうことをやってるのかとか、具体的にどういうことをそれぞれにやってほしいのかの説明して回ったりとか、アイデアを自分たちで考えて、じゃあそこでそのチームを作ってもうその地域で活動してねみたいなことを全国でやって、運動の担い手を増やしてったらしいんですね。っていうことにつながったっていう、このブレストからですね、つながったっていうのを聞いて、やっぱそういうのやった方がいいなと思ったので、企画しました。で今日やってる皆さんから感想を聞いて、あ本当にもっとこういうことやらなきゃいけないなと思ったので、またぜひ私もキャンペーンリーダーとしてこういうのを作りたいなと。例えばなんですけど、今日話が出たのが SNS をどんどん広げなきゃいけないみたいなのは、僕がキャンペーンリーダーに就任してずっと言われてることなんですけど、でも僕に期待されてることって、今 SNS って日本の人口の絶対半分以上使ってるんですけど、いわゆるもうみんなの日常のツールになってるわけですよね。例えば野球をみんなたくさんやっていて、で野球知らない人が野球やってる人みんなに、お前ら150キロぐらいのスピードの球投げれるんだろうみたいなこと言われてるぐらい、僕に対する無茶ぶりがいつも多くてSNS やれば運動が広がるに違いないっていう期待感で、野球やってるんだったら150キロ投げられるでしょっていう勘違いにすごく近いんですよね。 SNS やってる若者だったらそれぐらいのことできるんでしょっていう、それぐらいギャップがある、 SNS で運動が広がればいいっていう期待感って、野球やってんなら150キロ投げた方がいいよって言われてるのと全く同じなんだけど、150キロ投げるためにはトレーニングも必要だし、そのためにはお金も必要だろうし、人も必要だろうしっていう議論がすっ飛ばされて、結果的に150キロ投げてる若者たちみたいな期待像だけがボンとぶつけられちゃうって状況になるんです。でもそれは今はそのものについて気づいてない人たちに対して僕は怒ってるわけじゃなくて、そういうギャップがありますよっていうことを伝えられる機会がなかったってことが僕一番問題だと思ったんです。なので本当は今日のこの議論の後に、この議論を一つ一つが長くて一つ一つ共有してお互いにフィードバックをするっていう時間が本当だったら必要だったはずなんですね。例えばインフルエンサーとか文化人に対して働きかけるのが必要だと思ったけれども、そこから多分議論を広げていくと、僕が常々感じていることは、もうインフルエンサーの人が使い古されてきちゃってる。もう坂本龍一さん署名したけど、坂本龍一さんっていくつの活動の呼びかけになってますかみたいな問題になってくるんですよね。
で今 SNS も登場してきていて、みんなが見てる媒体がテレビだけ新聞だけじゃなくなってきてるので、もう有名人っていうのが一人この人は超有名だっていう状況じゃ世界がなくなってきてるわけですよね。例えば僕が大好きな芸能人のリューチェル、皆さん知ってますか？って言ったら半分ぐらいしか知らないわけですよね。で若者たちリューチェル知らない人たちいないわけですよ。でリューチェルって言っても何でその竜みたいな感じになっちゃうわけですよね。なのでもう多分 SNS の時代になって有名人っていう枠すら本当は定義をし直さなきゃいけなくなってきてる時代なんだけれども、有名人に働きかけたらいいと思っている自分がいて、自分たちがいて、じゃあそれどうやって乗り越えられますかとか、じゃあそういう状況だったらどういうふうにして運動を作っていきますかっていうふうに、多分この課題を言ってそれに対して若い世代なりの視点だとか、すでにそういうことをチャレンジした人たちとしてのフィードバックとか、そういうのを繰り返していってアイデアが生まれていくもんだと思うので、もっともっと長い時間をやっていきたいなと思いました。はい、じゃあ皆さん、これはこういう感じでこの終わるしかないので、とりあえずこれは今日皆さんからいただいた情報をとりあえずは一つの資源として皆さんに共有するということで、この場は閉じたいと思います。ありがとうございました。じゃあ、写真を撮りたいんですけど、皆さんに謝らなきゃいけないことがあって、本当はですね、この段ボールにノーニュークスっていうのを書こうと思った書こうというか、その紙を貼ってモザイクアートみたいにしようと思ったんですけど、高さがですね結構危ないっていうことだったりとか、今日そもそも段ボールの到着の過程でちょっとトラブルが起きてしまったとかっていうことがあって、段ボールはもうこの状態にするしかないっていうのに結果的に至ってしまいました。なのでもっと本当は工夫があった、アイデアもあったし、やろうとも準備して、いろんな人たちが準備してくださっていたんですけど、結果的にこうやって積み上げて並べるってことしかできてなくて、この前写真が届いたことになるんですけど、一応、デザイナーの人たちにこの間作ったピースウェーブがもう2年間続いてるので、この2年間作っていただいた、パネルを今工藤さんが見せてくれて、いろんな種類を準備していて、ここにいる方全員分あるかどうかっていうのなんですけど、まあ、15枚から20枚ぐらいを準備しているので、まあ、これをですね持ったりしながら写真を撮ろうかなというふうに思います。でこれが前に立っちゃうと多分全然目立たないので、まあ、多分中腰になってもらったり座ったりしてもらいながらこの段ボールの前で写真を撮りたいんですけれども、今ですねこの段ボールの目の前にある2つの多分グループは解体しないとですね写真が撮れないんだろうなと思うんですよね。ここも本当は多分撮らないんですよね。なのでみんなで一旦このテーブルを端っこに寄せるなり、していくっていうことをご協力いただきたいです。全員参加しましょう。
すごい、ほぼ全員分あった。これで後ろ、ダンボールが見えないですよ。外外からこう出すような感じ。足りなかったら2人に1枚です。誰か何か言ってください。いいですか、いい男。はい、一番いい顔してください。お願いします。真ん中でずらしてどうぞ前川さん入んなきゃ。はい、一番中継中大丈夫です。メディアの皆さん、はい、ダンボールが目立たないですよね。前に座っちゃう？それも前に座っちゃって、前に座っちゃって、いやいや、もうさらに前に座っちゃって、じゃあもうちょっと後ろに椅子を置いてもらって、探しててもそうそうです。もっと後ろでも、まだ前に座っちゃう。そうそう、人が後ろに座って前に座っちゃう。座っちゃう。これの方がダンボールで、この方がいい。そう、これもうちょっと開けた方がいい。もうちょっと、さすがにはもっと中入らない。はい、入りますか。斜めアングルもいいですか。斜めアングルはね、後でちょっと声かけさせてもらいます。はい、わかりました。いいお顔だね。はい。はい。洗ってる？カメラに笑ったり。あ、これも。あります。いやいやいや。はい、はい、顔だけね、これ看板は看板で、はい、はい、どうも、ありがとうございました。ありがとうございます。ああ、すいません。じゃあ元に戻っていただくとあれなので、元の椅子がある人は元の椅子に座っていただいて。
僕の椅子がなくなった人はこう椅子を出してみていただいて閉会をしますので閉会の挨拶お願いします。はい、ありがとうございました。メディアの皆さんに、報告をすると、この、ごめんなさい、写真撮る前にやるんですね。ここにあるのは110万の、署名です。1箱に1万入っているので、それが今110箱あるので、110万筆分。なので、まあ、今もしも1000万ぐらい集まってるってことを想定すると、10分の1ぐらいの数になります。で、都市でいうと、仙台市とか広島市の人口と同じぐらい。ここにあるだけでもですね。なので段ボールで言うと見るとあれですけど、それぐらいの人たちが署名だってことを考えるとですね、おそらく皆さん街頭に立って1時間で3筆とか4筆の日もあるってことを経験している人たちばっかりでしょうから、それがね110万集まってるってのはやっぱりすごいことだなと、再確認できたのかなと思います。じゃあ今日、振り返りをして皆さんから課題と、そのためのアイデアみたいなのを出していただいてですね、署名用紙の前に写真を撮っていろんなことを皆さん考えていらっしゃると思うんですけれども、代表して、浜澄さんからですね、今日あの閉会挨拶ということで一言いただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん今日はあの一日、長時間お疲れ様でした。最初あの1時間のこういったワークショップというか、どういう方が集まってくださってどういう話に展開するのかなという正直心配しておりました。でも結果的にはとてもいいあの集まりになり、これからの行動に向けてですね、いろんなあの議論がされてよかったなというふうに思っております。あの私は被爆者の立場としてはあのいろんな思いを持ちながらあの今日の話を聞かせていただきましたけれども、あの一つ共通したテーマとしてあの練馬の綿平さんがお話しされて、練馬では人目を気にしながら新宿ではその自由にその署名ができるという、で私たちのグループでやっぱり若者たちが抵抗感がある、やっぱりこの署名について責任が持てないというこういうこうあの話もありました。でそれはなぜなのだろうかという話をしながらですねあの来たんですが、あの今日の話の中でやはりこうもっともっと話していく中で広島長崎が何だったのか、人間に何をもたらしたのかというそういう共通のものをですね私たちが把握する中でそういったあのことにもあの署名行動一つとってもあの自信を持ってこう署名ができるように、またあの、国際国連で署名を渡した時にそれを受け取ってくださった皆さんが私たちの署名をとても大事にし、それを支えとしてあの委員会また国連での議論を進めてくださっていますね。やっぱそういったあのことを踏まえて私たちがその署名の意義、また署名をあの広島長崎が実際何であってだからこう署名をしなきゃいけないんだというそういう共通理解の場がですねもっともっとこう持てるといいなというふうに今日感じました。あの実際にあの被爆者として、こう進めていく中であのこういう機会をいろんなところで持って被爆者が今あの考えているあの、広げていきたい課題で皆さんがこう持ってらっしゃるいろんな課題と合わせてそれをどうこう形にしていけるのかというそれをきっかけを今日いろいろ与えてくれたんじゃないかというふうに思っております。あの大変あのお疲れだったと思いますけれども、こういった形であの今日準備をしてくれました
皆さんに、まあ、お礼を申し上げますとともに、これからもまだまだ9月に向け、また来年の5月、国連で原爆展を計画しています。また証言をするということで被爆者50名ぐらい今募集をかけて準備を今しています。で来年の10月が国連また総会になります。で来年はオリンピックがあります。でそれらの時にどういうふうな形で私たちがこの署名活動を続けていけるのか、また一日も早い禁止条約の発行を願って、何ができるのかといういろんな課題を持っていますけれども、一つ一つやはり私たちが重ねていかなきゃいけない、核兵器廃絶に向けてやっていくということがいかに大事なことかということをですね、共有しながらこれから進めていけたらというふうに思います。今日は大変お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、ピースウェーブ2019、東京を、終わりたいと思います。今日の、活動とですね、あと今日明日と全国各地でピースウェーブ開催されていますので、その様子を写真などですね SNS でもそうですし、連絡会通信という形でも皆さんに共有したいというふうに、思います。ではハッシュタグ被爆者アピール、はい、ハッシュタグ被爆者アピールでSNS で発信できる方はハッシュタグ被爆者アピールで今日撮ったですね写真なんかも広げていただきたいなというふうに思います。まもなくですね8月を迎えて、これから皆さん大忙しだと思うんですけれども、何より最近ちょっと雨が続いて、寒暖の差も大きくなってますので、皆さん無理のない範囲で健康第一で、頑張りましょう。今日はお疲れ様でした。